子どもの権利だとかの話になるとなんかまたこれも左だとかっていう人いるんだけど全然違ってて僕愛国者ですからこの国好きだからこの国にいる人たちが元気でいてもらった方が国の活力が上がると思ってるんですよ。こんなペシャーンってなってねもう自分の命まで絶たなきゃいけないような国だったら誰も元気になんないし国も元気になんないですから。実は歳歳から35歳までの まさに若者の世代が死因の一番が自殺なんですよ。うん、これ本当悲しくないですか。うん、本当悲しい。で、それはね、やっぱり何とか変えなきゃいけないから、その救いを求めるね、この個人通報大事ですね。